ネネの防御バフにより雪村の防御力の攻撃力への転換奥義のダメージ量が影響するかを見ます。ネネの第一奥義バフをなくすため大筒編成です。ネネの防御バフ編成で1115ダメージでした。敵一部隊祝福が低いのでダメージがばらけてる分は無視します。知略値をできるだけネネに揃えた宇佐美を編成し、結果に違いがあるかを見ていきます。結果としてはネネの防御バフ編成と同じダメージでしたので、ネネの防御バフ分は真田幸村の攻撃転換に影響していないことがわかります。普段は通常動画で真信長の野望の検証解説系の動画を上げております。そちらもよろしければご覧いただければと思います。またチャンネル登録についてもぜひよろしくお願いいたします。以上です。